陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活。前にテレビでオタクは女の子に優しくされたらすぐ好きになるって言ってたんだけど、あれって本当かな。この子はまた眉唾の話気になりだしてるよ。違うよ、あれって絶対効果ないよねって話がしたいの。だってこの前もさ。ねえねえ、まるくん、喉乾いてない？なんだ急に。まあさっきまで朝練だったから乾いてはいるが。やっぱりそうだと思った。なんかないかな。あ、これあげるよ。飲みきれなくて炭酸の抜けたコーラ。おい、これ飲みかけ。気にしない気にしない。じゃあね、お昼だ。さて、まるくんはと。あ、いたいた。おーい、またお前か。お昼食べた？食べてないよね。はい、これどうぞ。おにぎり？朝作ったんだけど塩入れすぎちゃった余り物。せっかくだからあげるね。余り物なのに堂々としすぎだろ。しかも塩入れすぎって。照れるな照れるな。じゃあね。ってことがあったのに、まるくん全然私のこと好きになる気配ないじゃん。どう考えても好かれるムーブではないと思うよ。っていうか、まるくんに好きになってもらいたかったんだ。別にそういうんじゃない。およ、噂をすればなんとやら。どうしたの、まるくん。なあ、ならさか。お前に大事な話があるんだ。え、これってもしかして告白？嘘、なんて意外な展開。さすがにちょっと結末気になるな。頼む、ならさか。今日からその野球部のマネージャーになってくれ。そんな急には困る。マネージャー。ああ、炭酸抜きコーラも塩おにぎりもアスリートに必要な栄養素を補っていた。お前には敏腕マネージャーになれる才能がある。さあ一緒に甲子園目指そう。そういうことかーい。オチがベタだな。今日も見てくれてありがとう。テレビアニメ化も決定した小説版義妹生活、全国書店にて発売中です。これからも応援よろしくね。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいな。おまけ。はあ、優しくされたら好きになる？いくらオタクだからって単純すぎるだろう。真のオタクはな、簡単に三次元に目移りしないんだよ。